さあ、ということでね、12月です。まあ、普通に言うとね、冬休みシーズンとかに入って再生数とか伸びてくるところなんですけど、そんなね、セオリー通りにはいかないのがうちのチャンネルということで、4603再生、低い。山になってる、ショーツの山になってるのがないですもんね。っていうので、その分再生数が伸びてない。だからそんなに再生時間には影響がなかったのかな、146ってことなんで、実際データで見てみると、まあ、ちょっと落ち込んでますけど、そうですね、投稿数は49あるけど、ショーツがそんなに振らなかったですね。で、いうことで4603ってことで。だから一番上にその満腹屋の動画が来てますよということで、これはでも900って増えてるんで、増えてるのは増えてますね。なんですか、他の動画が、のきなみ、完全に沈んでるんですね。クレー立場が194。これ何だったっけな、まあ、ちょっと後ろで見てみましょう。っていうところがあったりします。っていう形で、ちょっと要素が変わってますけどね。っていうのがあったりします。っていうところだったりします。まあ、ただね、今、4603、まあまあ、そんなにの、っていうところでございますね。登録者数も4ってことなんで、まあ、そこまで、大きな変化はなかったのかなというところだったりします。12月はこんな感じというところですね。まあ、じゃあ詳細のところでどんな動画だったのかなというところなんですけど、女優ボタンで、あ、これか、山田の車窓からね、こっちの方が伸びるんだよな。なんでかなと思いながらね、これ瀬戸内シーラインのね、船でね、走ってる様子をね、そのままノンカットでお届けしますってやつですからね。まあ、見とって楽しい。あれですね、やっぱ車窓系はね、言うて、ファンいますからね、ということでございますね。で、13度の動画ということで、っていう感じですね。まあ、久しぶりにちょっとショーツが沈んだかなって感じですね。これなんか伸びそうかなと思ったんですけどね、イレーショナルアプローチ。118、まあ、そんな悪くはないんですけど、もうちょっと伸びるかなと思ってたんですけど、そんなに伸びなかったですね。ちょっと引っ張る系のやつなんで、維持率は、でも維持率は59だから、そうか、低くはない。高めにはなってんだ、っていうことなんですけどね。まあ、そんな感じかなってところでしたね。まあ、見たら面白いんですかね、これ。これはね、たまたま撮ってるんじゃなくて、いや、遅すぎるだろうと思うんですけどね。広島こんな感じっていうか、特にこの新広駅すごかったですね。これ、わざとカメラ回しとったかっていうと、結構単純な話で、反対側の列車にこれ乗り遅れて待ってるんですよね。で、反対側の列車が来るときに、ちょうどアプローチ、このチャイムの音がね、聞こえてきたんで、あ、まだ間に合うかなと思ったら、もう全然電車張ってきとるもんで、は、おもろと思ってね、おかしいよなと思ってね。反対側の、単線なんでね、反対側の列車が来るんで、試しに回しておったら、あ、ね、やっぱ遅いよな、ということで、動画にしてやろうということでね、一発動画にしてみましたよという動画でしたね。イレーショナルアプローチチャイムっていうのは、要は、イレーショナルエスカレーターの動画伸びたんで、それにあやかずつけてみたんですけど、まあ、こっちはあんま伸びなかったですね、っていうところだったりしますね。っていう感じかな。ですが、そんな山がないって感じでしたね。12月何上げてんのか、動画自体はちょっと強めの動画上げてるはずなんですけどね。ハンディカム復帰新運転 の雑談動画がずーっと来て、天の橋立駅に来る、タンテッドターミナル駅だろ。で、あ、そうか。で、ターミナル、JR 西日本ターミナル駅完全制覇の時が始まるのか。この最近だと、そんなに伸びてないんだな。結構、力入れて作った PV だったんですけど、そんなに伸びてないね。で、いうのがあったりして、で、ここから JR 西日本、これが年末に持ってきた企画だったんだ。JR 西日本ターミナル駅完全制覇の旅っていうことでね、それの、中国、関西、なんだったっけ、関西中国編ですね、っていうことで、そちらの方を、見ていった感じでしたね。で、ずっと前原か姫路行って、姫路で駅そば食べてね、名物の愛用駅とかわーっと行って、っていう感じで、まあ、ここからずっと、どんどん、よ、なんでこれ、静岡のね、一気見動画とかをこれ作ってみて、このね、一気見がね、案外と伸びてるんですよね。やっぱ、長尺動画もありか。ですから、後からまとめてね、ギュッとまとめた動画を作って、
くっていうのもありかなっていうんで、これ別にそんなに編集、パソコンはめちゃくちゃ頑張ってもらわないといけないんですけど、エンコードをね、何時間の動画で、出力しないといけない大変なんですけど、まあ別にその間に仮眠取っときゃいいんで、仮眠取れるぐらい時間かかるんでね、この手のやつは。うん。まあまあ、そんな感じでやってみようかなというかところだったりしますね。で、雇用法の動画とかが、で、ここの最後の、戦争からのやつがなんか伸びてたっていうことですね。うん。こっちの方のやつか。どっちだ？だから、江田島、来るから江田島行った方か。で、こっちの方はそんな伸びてないんだね。よいしょ。あ、でもそんなに悪くないね。うん。これは、呉から広島の、宇治屋の方に行くやつですね。の方はそんなに伸びてないかなっていうところだったりしますっていう感じですね。で、まあ、ここから、しばらくずっとね、JR 西日本。これ何せ、撮ってる本数がえげつないですからね。何本あったんだ、あのシリーズ、っていうことなんでね。そのあたりとか見てきたね。という感じで、多分1月になってくって感じでございました。ということでございますね。まあ、12月はこんな感じということで、まあ、2022年トータルで見てみる。2022年トータル。で見てみると 9.8 万再生。2837。これで多分2021年よりは良くなってるはずなんですけど、出てない。まあ、同程度ってなってますね。うん。まあ、ということなんで、もう、きしみがありましたけど、まあまあ、10万再生、は、ね、なかなか、年間で通してギリいかないかなっていう感じでしたね、っていうところですね。まあまあ、こいつが、そのうちの3分の1以上占めてるんでね、大きい、ところですけどね、っていう感じですね。まあ、このエスカレーターの動画が、一挙、まあ、だったなっていう感じがある、1年でしたと。いうところでございました。まあ、2022年これぐらいで止めて、この当時に98人増えてるの。ちなみに2021年だとどうだったんだろう。2021。あ、でもこっち10万再生入ってんだ。あ、そっかそっかそっか。この2つが引っ張ってくれて、意外とそこがたく入ってたんですね。こっちの方のが。10万再生あったんですね。へぇー。っていう感じでございます。まあまあまあ、世の中はね、トップ YouTuber さんはね、だったらね、一本の動画でね、軽く超えていく数字をね、1年間ね、何百本動画を出して、やっとこそ、こう、達成していく感じがね、うちらしいっていうところですけど、まあ今後もね、こういう感じになっていくと思いますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。じゃなくて、まだ閉めたらダメなんだ。この後1月、ん ?2 月はいいんだったっけ ?2 月は見たっけ1月は見とかないとダメだよね。もうね、太古の陰性すぎて忘れてんのは。1月だけじゃあもう見てくか。よし。